ユゼフ・ビエニャフツキの墓ユゼフ・ビエニャフツキは、ポーランドのピアニスト、作曲家、指揮者、教育者。ポーランドの著名なバイオリニスト、ヘンリク・ビエニャフツキの弟である。名はポーランド5名、ヨゼフのほか、フランス5名、ヨゼフ、ドイツ5名、ジョゼフの表記も見られる。現在では忘れられているが、かつては、ヨーロッパ最高の音楽家の一人と評価されていた。 裁判年になって若いジャーナリストに、いつまで音楽を続けるのかと尋ねられると、若いうちはずっとさ、と答えたという。ユゼフ・ビエニャフスキは1847年から1850年まで、パリ音楽院で学び、ピエール・ジメルマンとアントワーヌ・マルモンテルに支持した。サァーリより、奨学金を得て、1855年に、バイマルで、フランツリストに、 1856年から1858年まで、ベルリンで、アドルフ・ベルンハルト・マルクスに、音楽理論を指示した。1851年から1853年まで、兄・ヘンリクと演奏活動をした後、ピアノのビルトゥオーソとして独立して活動することを、選んだ。ヨーロッパ演奏旅行では、ユゼフのピアノ競争曲と短調などの兄弟の、自作だけではなく、 ルートビヒバン・ベートーベン、フランツ・シューベルト、フェリックス・メンデルス・ゾーン、フランツ・リスト、ロベルト・シューマン、カール・マリア・フォン・ウェイバーの作品も演奏された。リストによると、ショパンの練習曲の全曲を初めて公開演奏したのは、ユゼフ・ビエニャフスキであり、パリ、ロンドン、コペンハーゲン、ストックホルム、ブリュッセル、ライプツヒ、アムステルダムにて、ショパンリサイタルを開催した。 パリに帰還すると、ジョア・キーノ、ロッシーニ、シャルル・グノー、エクトル・ベルリオーズ、リヒャル・トワーグナーと友好関係を築き、宮廷に出入りして、ナポレオン三世の愛好する音楽家となった。その後モスクワに移り、1866年に設立したモスクワ音楽院のピアノ家に招かれ、1878年にはブリュッセル王立音楽院でピアノの教授となった。 1902年から再びブリュッセルで過ごした。ユゼフ・ビエニャフスキは、同時代のポーランドの作曲家、スタニスワフも入ュ子アントニス・トルペ、モーリッツ・モシコフスキ、エドワール・ボルフ、カール・タウジヒなどの作品もレパートリーにしていた。室内楽奏者としては、同時代の巧妙なバイオリニスト、チェリスト、歌手と共演した。パブロ・デ・サラサーテ、アンリ・ビュータン、アポリ・ナリコンツキ。 ウジェーヌイザイ、イエネーフバイ、レオポルト・アワー、ヨーゼフ・ヨアヒム、カルロ・アルフレッド・ピアッティ、イグナーツ・チッパ・デレフスキ、ルイディエメ、ポーリーヌ・ガルシア・ビアルド、マルチェラ・ゼンブリヒラである。先に挙げたピアノ競争曲に加え、ピアノ・ソナタ、24の練習曲、2つの演奏会用、練習曲、バラード・ホ・タンチョウ、ポロネーズ、マズルカ、フナウタ、即興曲、ワルツ、 その他の多くのピアノ商品を作曲した。自身の演奏会のために書かれた彼の作品は、優れた芸術性と最高水準の技術的難度を持ち、作曲者の演奏技術の程をよく伝えている。彼は自作のピアノ商品の機械式録音を11個残したが、現在まで発見されていない。ありがとうございます。